6ドリームゴーゾーンにご来場いただき誠にありがとうございます。開演に先立ちましてご来場の皆様にお願い申し上げます。携帯電話 PHS などの電源はお切りください。また会場内での飲食、演奏中のカメラなどのフラッシュ撮影はご遠慮ください。なお恐れ入りますが演奏中のホールの出入りもできるだけお控えくださいますようお願い申し上げます。まもなく開演いたします。最後までごゆっくりお楽しみください。皆様、本日は当遊園地ネクストエンターテインメントランドへようこそお越しくださいました。皆様が素敵なひとときを過ごされること心より願っております。
たっぷりと紹介していくよ。挨拶はこのくらいにして、いよいよ遊園地は開園するぞ。Ladies and gentlemen, welcome to Next Entertainment Land, presented by team of Next Entertainment Tom. Have a nice day. One, two, one, two, three.
Thank you.
doesn't kill you makes you stronger. Stay away from the doesn't kill you makes you stronger. しているんだ。さっきも歌が聞こえてきただろう。歌でお客さんを笑顔にする夢のような世界、それがここネクストエンターテインメントランドなんだ。そうなのね。私も歌うことが大好きなの。ねえ、次はどこへ連れてってくれるの？そうだな、こんな日ぴったりの明るく楽しい曲を歌っているグループによるショーが今から始まるところなんだ。見に行かないかい？うん、行く行く。あなたもほら、早くしないと置いてくよ。さあ、続いてお送りしますのはとびきりフレッシュな6人組によるステージ。爽やかなアイドル曲を元気に歌います。ディフィカルト。
ホチェック、右翼チェック、安全装置チェック、タイヤの空気圧チェック、ガソリンチェック、サージのやつチェック、子猫いないかチェック、シートベルトチェック、ちょ、ETC カードを刺さってない。あ、ごめんごめん、刺さってない。取れないよ、これじゃ。取れないよ。船長、準備は整いました。いつでも行けます。うん。あ、その前にドア閉めてもらって。あ、やるやる。おぉ、シュー。数字まで宇宙空間だったから。なんだよ。宇宙船ベースを発進 !3、2、1、発進。光の渦にまた眠る
皆さんは天体の名前を使った奥ゆかしい告白をご存知？ご存知ない。正解は今夜は月が綺麗ですね。で、意味、もうそれ告白なんだから、それは君のことが恋しているのさ。その夜に恋してるのさ。じゃあ風が見える見違いあたちの人生だ。
すごい秋をやるくっていうところはやっぱり肉みたいなの食いたくなりますよね、なりますよね。あれ僕なんか間違ったこと言ってますか。なんで急にやってなるよなるよなりますよなるよ。というわけで2曲目もそんなお腹にたまるような皆さんの、もうお腹いっぱいになってなるような曲をお送りしたいと思います。途中ね皆さんの、お手をお借りするようなところもございますので、楽しんで聴いてください。よろしくお願いします、はい、私たちが最後にお送りするのはゆずさんのシシカバブーという曲です。耳なじみのある方もいらっしゃると思います。ぜひ楽しんで聴いてください。ワーッシュー楽しんでシカバブー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 やりとすっかりこけしたまでシシカバブーシブチがおけるようなさんじがなゆるくれば次回はきっと人生のせっかくへのと決まった
聞かれても答えに困って
Desire.
Oh,
ドゥデンフドゥンドゥルドゥデンフドゥンドゥハイホーハイホー声を揃えてみんなで楽しくいざハイホーハイホーハイホーダーティーバリーゼ楽しく歌えばいざハイホーほら
ばんは、僕たちは切ない恋の曲を中心にお届けしますスヌープキャッツというグループです。1曲目には、奥花さんの初恋をお送りしました、はい、続いてお送りするのは季節外れですがイルミネーションにぴったりの曲になっています。すっかり日も暮れてこの遊園地での一日も終わりに近づいてまいりました。楽しい日々が終わってしまう儚さと恋心の切なさを重ね合わせて聴いていただけたらと思います。それでは聴いてください。バックナンバーさんでクリスマスソング。次から次に
何してたんだよ、まったく。おのりさん、ごめんなさい。イルミネーションにはしゃぎすぎ。まあ、楽しんでくれたのならいいんだけど。もう帰らなきゃいけない時間だよね。そうだね、時間の有限。とうとうこの遊園地とお別れする時が来てしまったようだね。そっか、案内人さんともお別れなのか。帰るのが寂しいって思ったのかい。大丈夫、 Dream goes on。 夢は続くんだ。君がこの歌声にあふれた遊園地で過ごした夢のようなひととき、それは心の中にずっと残っていて終わることはない。だから悲しむこともないぞ。もし寂しくなったらいつでも今日の日を思い出すといい。そうしたらきっと心の中で僕に会えるし、一緒に過ごした君の仲間にも会える。きっと笑顔になれるから。笑顔、意外どんな時も笑顔でいることを忘れないでほしい。そうしたらきっといい日になるから。
皆さんを笑顔に、しつつも、はい、はい、しつつも僕たちを、笑顔で、お届けしたいと思っております。はい、最後皆さんに笑顔になっていただき、その気持ちのまま、帰っていただけたらと思いつつ、この曲を、はい、思いつつ、はい、この曲をお届けいたします。それでは最後の曲です。聴いてください。高橋優さんで福笑い。世界の共通
つく言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。笑う角に訪れる何かを口調に信じて生きていこう。誰かの笑顔につられるように答えれば笑顔にするは程遠い。いかつではない心で僕ら通じ合える力を持ってるはず。あなたがいつも笑えてますように。心から幸せでありますように。それだけはこの世界の全てで、どこかで同じように願う。この全てで、ありがとう。今日はとっても楽しかった。案内人さんとあなたのおかげで、これで私笑顔で帰れると思う。また遊びに来てもいいよね。もちろん。最後にもう一曲聴いていただいかい。今日の締めくくりの歌だ。またのお越しを僕たちは楽しみにしているよ。Shining star, 終わりはないよ。
プロデューサー企画班長の大沢国と申します。本日はお楽しみいただけましたでしょうか。私たちトーンはチームオブネクストエンターテイナーという頭文字の略でできたサークルです。アカペラというのは4人から6人の少人数でしか演奏できない形態ですが、こういう形でアカペラを楽しみつつチームなんだということを分かっていただきたく、今回祭典をみんなで作りました。ここまで本当にたくさんの人たちに支えられてこの舞台ができたと思っています。出演できなかったみんなも、こうやって全体合唱の場というものでやってくれたのがすごい嬉しかったです。本当に皆さんありがとうございました。改めてお祝いしたいと思います。